お集まりいただきありがとうございます。ただいまから定例の知事記者会見を行います。本日の発表事項は、山梨県民地域貢献者表彰の拡充について、ヤングケアラー支援ガイドラインの改定および令和5年度実態調査の結果の公表についての2件です。それでは長崎知事から発表いたします。はい、それではよろしくお願いをいたします。まずはじめに地域貢献者表彰に関してですが、この度、制度の拡充を行い、今年度から、それを適用することといたしました。山梨県、地域貢献者表彰ですが、県内各地域におきまして、複数の役職などを務め、幅広い分野で活躍された方々を対象として、令和2年度から、実施をしております。この表彰の趣旨ですが、個人に着目すれば、大変その多方面で功績が大きい方であるにもかかわらず、幅広く活躍されるがゆえにですね、一つ一つの役職歴、これが表彰制度の対象にはならないと、そういう谷間にはまってしまった事例というのが、方というのがもうあるわけですが、そういう方々に、しっかり光を当てて、さらなる、地域振興に対するその、モチベーションを高めて、地域全体でですね、高めて、いきたいということで、設けているものです。この度、この趣旨をさらに前進をさせ、制度の拡充を行いました。具体的にはですね、県に対しまして、県民の皆様から直接推薦をしていただく県民推薦の制度を新たに設けました。これによりまして、今度は市町村をまたがる形でご活躍された方なども対象とするされる道が開かれることになります。またですね、開の国、開くという字を書いた開の国の理念のもと、外国の方も対象に加えるとともに、県外における地域振興への貢献、功績も一定限度内で評価対象とすることといたしました。こうした今回の制度の拡充によりまして、地域に密着し、また県民の模範として活躍されてこられた方にさらなる光が当たることになろうかと考えております。本件は以上でございます。次に、ヤングケアラー支援ガイドラインの改定、および、昨年度令和5年度の実態調査の結果についてご報告申し上げます。まず、支援ガイドラインの改定に関してですが、ヤングケアラー、あるいはそのご家族に寄り添い支援を行っていくためには、家庭の状況や育った環境に左右されることなく、すべての子どもが将来の希望、あるいは期待を抱き、その実現に向けて挑戦できる社会を作ろうと、これが基本的な考え方となっております。従いまして、本件におきましては、すべての子どもが夢に向かって挑戦できる山梨、気づいてつながろう山梨コネクトヤングケアラー、これをキャッチフレーズに、さまざまな取り組みを進めているところはご案内のとおりであります。ガイドラインですが、これ、令和3年12月、全国に先駆けて策定をいたしましたが、今回、ヤングケアラー支援計画に基づく施策展開、あるいはガイドラインを主に利用する支援者の皆様のご意見などを踏まえ、見直しを行いました。まず、その見直しの内容ですが、まず、各市町村における連携支援の中核となるヤングケアラーコーディネーター、この役割を明記いたしました。さらに、コーディネーターが連携支援に活用するヤングケアラー応援プラン、この書式例を新たに掲載するなど、支援の流れを分かりやすく整理をしております。これによりまして、ヤングケアラー、そしてご家族に対する支援の円滑化を図ってまいりたいと思います。次にですね、実態調査ですが、昨年に引き続き、実態調査を行いまして、最終的な報告書をこの度、取りまとめをいたしました。今回の調査結果ですが、ヤングケアラーが学校で大人に相談した割合は、36.3%、前年度と比較し、6.1%、増加をしております。学校において相談しやすい体制、環境づくりが、一定程度は進展をしておりますが、まだまだですね、さらなる取り組みが必要であると、認識をしております。またですね、ヤングケアラーの認知度、これは 50.3%、
前年と比較し若干減少しているということでありまして、この2点を踏まえてもですね、いずれさらなる取り組みの強化、こういうものがですね必要ですので、先ほどのガイドラインも含めまして、関係者の皆さんと連携を密にし取り組みを進めていきたいと思います。本日発表事項は以上です。ただいまの発表事項についてご質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。三日さん。山梨日新聞の前島です。ヤングケアラー支援ガイドラインの改定および調査結果の公表に関してお伺いいたします。いわゆる団塊世代がですね、後期高齢者となる2025年問題というものが来年控えております。当然、ヤングケアラーの方々が増えるリスクということがですね増してくるかと思いますけれども、中長期的な今後支援に関して知事がお考えになっていることがあればお伺いいたします。はい、まず基本はですね、その、まさにそのヤングケアラー、そのご家族のそのケアをですね、若い子がこう、すること自体はこれは大変尊い行為だとは思いますが、それがゆえにですね、そのご本人のにさまざま負担が過重になって、本当だったらその、もっと勉強したいのにその時間がない、あるいはその友人と交流をしたいのにそれができない、こういうような事態はぜひ、避けていきたいと思っています。そういう意味では私どもまず一つはですね、その、今その令和8年度に向けまして、介護待機ゼロ社会を、作っていこう。したがってその何て言うんでしょうね、ヤングケアラーが対象とされている方、ヤングケアラーの子たちが、ケアをされている方は、その在宅の方が多いではないかと思いますが、そういう意味ではその、何ですよ、その在宅での介護をせざるを得ないような状況というのはできる限り少なくしていきたいと思います。もちろん在宅での介護自体を否定するものでは全くないんですけれども、ただその在宅を余儀なくされて、その結果それが子どもたちに対してもこう、負担を求めている、こういうような状況自体はですね、できる限り早期に解消していきたい。そのため その介護待機ゼロ社会の実現は第一歩であろうと思っています。で、合わせましてその、これは専門家とですね、しっかり、相談をしながら、できる限りまずは早期に発見をし、SOS というかですね、その支援の求める声を上げていただく環境でも、早く作ってですね、その君たちはこうやってることは大変尊いことではあるんだけれども、君たちのその時間も大切なんだよっていうその意識をこう図って、で、できる限り早期に社会が介入できるような、こんなような対応を急いでいきたいと思います。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは発表事項以外の一般事項の質問をお受けいたします。いかがでしょうか。三次さん。山梨日新聞の前島です。先般ですけれども、自民党派閥のですね、政治資金問題に関して党本部の方より39人に対しての処分が下されました。このことに関して、知事の受け止めをお伺いいたします。その件に関しましては先般もコメントを出した通りであります。私から何がしか申し上げることは差し控えたいなと思います。続いて関連するんですけれども、知事ご自身のですね、政治資金収支報告書への不記載に関して今回の処分を受けて新たにご自身で、身を処すというようなことについては何かお考えでしょうか。この点に関しましても、従来から申し上げておりますが、今回 その、私どもの事務処理に関するその、不手際、についてはですね、しっかり再発が行わないように、事務所
事務所体制の整備をして、透明性を最大限確保するべく取り組んでいきたいと思います。今、実際私たちの事務所においてもですね、もう一回その政治資金規正法をしっかり勉強をして、しっかりとした知識のもとに、こういうことが事務処理の不手際、疑念が及ぶようなですね、不手際が起こらないように、みんなで気をつけようということで、そういう意思を確認をし合って、取り組みを進めています。確認ですけれども、新たに身を処すということに関しての対応は今のところないという理解でよろしいですか。どういう意味でしょうか。身の処し方、政治家としての身の処し方、いくつかあるかと思うんですけれども、二階会長に関して言えば次の選挙には出られない、あるいは党を離れるといったことも含めてですけれども、何がしかの対応、今回の問題を受けた知事ご自身の対応をお考えになっていることがあるかどうか。一般論としてですね、私どもの事例というのは、今回その諸々処分になったの事例とは質的に全く異なるわけでありまして、なおかつですね、その総務大臣による国会答弁もありますので、そういうことを踏まえてですね、今後の再発防止をやることが、もちろん重要なことだろうと思っています。分かりました。あと1点よろしいですか。ちょっと時間もありますけれども、川勝知事がですね、本日辞職願いを提出されました。このことについて受け止めをお願いいたします。川勝知事の辞職願いは、本人が熟考された、結論、だろうと思いますので、政治家の出所信、まさに今のお話もありますけど、それはご自身が決める、話であって、それは尊重したいと思います。ただ、川勝、知事と、山梨県の関係というのは、大変その密接というかですね、大変深い関わりも、長い時間でありましたので、ちょっとこの機会をお借りしてですね、ご紹介をしたいと思います。ご案内の通りですね、静岡県と山梨県、今大変その良好な関係、富士山を囲むです両県として、それこそ川勝知事のお言葉を借りれば、静岡県は表玄関で、我々山梨県はその奥座敷だと。これでですね、どっちの方がいいんだとか、そういう不毛な議論はですね、なしにして、手を打ってお互いその連携をしながら、この環富士山ということで取り組みを盛り上げていこうと、いうことで、これまでですね、さまざまな事業を進めてまいりました。コロナ禍の時は倍富士の国、なんていうその取り組みをやりまして、お互いものを買い越してですね、その厳しい経済状況をそれぞれ支えていこうと、こんな取り組みも行いましたし、コロナになる以前はですね、今山梨県が力を入れて進めておりますメディカルデバイスコリドー構想に対して、大変深いご理解をいただいて、静岡県、まさにその医療機器に関しましては全国ナンバーワンの生産額を、誇る一大中心地ですけれども、その、拠点となっております、これは、小山町じゃなくてでしょうか、パルマバレーは長泉町のファルマバレーと山梨県でも連携をし、またその実際連携協定も結んでおりますし、また静岡県のその医療機器開発に関するその国の特区ですよね、これも今山梨県をもう範囲に含めていただいて、両県でこの取り組みを進めている。これも川勝知事のご理解もあってのことだろうと思っても、私どもとしては深く感謝をしているところであります。それからもともとこういうその良好な関係のその一つのきっかけはですね、これはぜひこの機会にご紹介をさせていただきたいんですが、中部横断道のですね、開通式の時だったんですけれども、お目にかかってお話をする中で、いや実は山梨県、開通式じゃなかったかな、その前ですね、多分確かそのずっと前、もうちょっと前だったと思うんですけども、私知事に就任した直後に、その時初めて多分知事と川勝さんとお目にかかった時に、その中央弾道が話題になって、で当時ですね、その県負担の問題が、山梨県にとっては大変大きな、課題となっておりました。要は直轄負担金164億円、これがあるということ です、ね、これはいかに解消するかは一つの大きなテーマだったわけですが、この問題をですね、ご紹介をしたところ、川勝知事ですね、驚かれて、向こうは直轄負担金
会社がやるので、まあ、有料登録管ですが、まあ、それがないんですよね。なので、まあ、驚かれたですね、この中央弾道はもちろん山梨県の道路でもあるけれども静岡の道路でもあるんだと。でにもかかわらず、山梨県だけがですね、その164億円という巨額の負担をされるということは、大変これはその、まあ、心苦しいというかですね、問題だと。でそこから先はびっくりしたんですけれども、であればですね、私たち静岡県がその半分を負担してもいいと、こんなようなお話をいただきました。これ知事同士の会話ですからですね、まあ、酒飲み話とは全然レベルが違う話だから、言うのはおっしゃるのはかなり相当なその思い切りあってのことだと思いますが、まあ、そんなお話もいただきました。まあ、私からはですね、これはもう山梨で、しっかり対応いたしますので、お気持ちだけ、いただきますと、ありがとうございますということで、その話は収めましたけれども、まあ、そんなような心配りもですね、本県に対して、してくださって、おられる方なので、まあ、リニアに関してはですね、いろんな、まあ、関係もありますが、まあ、ただその、全般的トータルなその静岡県と山梨県との関係においてはですね、まあ、大変その温かいお気持ちを向けていただき、まあ、おかげさまをもちまして今山梨県と静岡県はですね、本当に仲良く緊密に連携を取りながらですね、物事を進める形ができてんじゃないかなと、こんなようなことを考えています。まあ、大変感謝をしています。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。読売さん、ちょっとボタンを押して。はい、読売新聞の米山です。はい、今の川勝知事の関連なんですけれども、今エピソードを話されましたけれども、リニアに関してはやっぱ静岡県の 反対もあり、工事が進捗しなかった現実もあると思います。今回のトップ交代、今日は退職願を出したということで今回の静岡県知事のトップ交代に関して、まあ、リニアの工事への影響どういうふうに考えてますでしょうか。まあですね、まあ、やはり本質的な問題はやはりその静岡県の皆さん その自然環境に対する影響に対する懸念、これが払拭しきれてないっていうところにあるんではないかなと思ってます。まあ、この点ですね、その、まあ、県と県、まあ、要は組織同士の話でもありますので、まあ、私どもとしてはですね、引き続き静岡県に対して、その何を、心配されているのか、その心配されている旨をですね、その沿線自治体全体で共有してくださいと、こういうことを申し上げて、でその中でですね、その解決策を見出していきたいと思います。まあ、これはまあ、どなたが知事であろうともですね、やるべき話ですし、これをしっかり、まあ、今まで以上にアクセルを踏んで、やることでですね、私はですね、この事業というのは進展を、していくことになるんじゃないかなと思ってます。よろしいでしょうか。時間の都合がございますので、あとお二方まで、お受けしたいと存じますが、いかがでしょうか。よろしい。共同通信さん。はい、共同通信の美園です。川勝知事に関連して質問です。川勝知事の、野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違い、皆様は頭脳知性が高い人たちという訓示での発言については、知事はどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。まあ、そのご発言自体については大変残念に、思います。まさに先ほどちょっとご紹介をいたしましたが、そのまさに梅富士の国でですね、やり取りをしてたのはまさに農産物、水産物でもありますし、先ほどお話をしたそのファルマバレーとの連携、これもものづくりそのものなもんですから、まあ、ちょっとどう間違われたのかは分かりませんが、その ご発言自体についてはまあ、大変残念に、思っています。まあ、我々、まあ、少なくともその、まあ、まあこれまでの知事 の川勝知事 その、まあ、スタンスとは随分違うお話をされたのかなと、まあ、そんな印象を受けますので、まあ、いずれにしても大変残念に思いますし、まあまあ、少なくとも私ども山梨県にとりましてはものづくりも、農業も極めて重要な、
産業ですし、その産業になっていただいている、いただく皆さんに対してですね、我々は少なくとも深い敬意、リスペクトを欠かすことはあってはならないと思います、思っています。よろしいでしょうか。UTY さん。テレビ山梨の末澤と申します。先ほどさん、西さん の政治資金に関する質問についてのちょっと関連なんですけども、今後知事自身に対してもですね、党本部になるのか、懸念になるのか分かりませんが、処分が訴状に上ってくると思いますが、そういった処分が出された時には知事としては受け入れるお考えでしょうか。仮定の話はちょっと差し替えたいと思います。はい、よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして定例記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。